にちは、香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第12課17番目のビデオです。文法の2番の2番目です。ね、れる、られるですね。昨日れる、られる の自動詞のやりました。今日は他動詞です。皆さん、自動詞、他動詞、わかりますか？もし、全然わからない人は、ね、私のビデオに、これもし初めて見る人はね、私のビデオを、まず、まさみ先生の日本語教室、タイトルじゃない、名前、私の YouTube のね、チャンネルの名前をタップして、それから、それを登録して、サブスクライブして、で、ビデオですね、ビデオをこうスクロールしていくと、そしたらね、ビデオのリストの下に、ね、初級、ね、中級、ね、なんかビギナーレベルね、初級の、29課、レッスン29ね、29課と30課があります。で、29課は自動詞、30課は他動詞を説明しています。そこよかったら見てください。でも、簡単に言うと、例えば、私は部屋に入りますね。自己進出ね。これ自動詞です。ね、そして、例えば、私はコーヒーに砂糖を入れます。ね、ファン、ね、ファンシェマシェマ、ね、ファンリゲン、これね、ファンシェマシェマって、何々を入れますって言うと、これね、put sugar inside the coffee ね。これは、put something ね、これ、オブジェクト、目的語がありますね。これは他動詞です。目的語があったら他動詞。目的語がなかったら自動詞になります。ではですね、このね、他動詞の受け身、パッシブボイスね、ベイドンね、ベイドンね。これは、ね、自動詞と大体同じなんですけど、こうね、ここに被害ってあるね、こうダメージね。被害を受けるときとか、嫌だと思うときです。でね、自動詞のときに言ったように、自動詞はね、本当に大変なとき、本当に困っているとき、本当に嫌なとき使います。ただ、他動詞 の受け身は、こういうね、被害とか、嫌だというのは、いつもじゃありません。自動詞のときには、自動詞のパッシブボイスね、受け身は、必ず、ほとんどですね、もう 99% 嫌な時です。他動詞の時は、なんかあまり、必ず嫌とは限りません。不一定でね。で、例えばね、この本、これ他動詞受け身でね、で、嫌じゃないやつです。この本は台湾で作られています。This book is made in actually Taiwan。これは嫌とか困るとかないですよね。被害でもないですね。例えば、私は今日先生に褒められました。I was praised by my teacher とか、これもすごく反対に嬉しいとかね。例えば、日本で日本語が話されています。The Japanese language is spoken in Japan とか、これも全然こう被害とか困る、嫌だとかないですね。ですから、他動詞の場合ね、他動詞の場合には、実は、受け身にしても嫌だ困ったというのは、そんなに多くないです、実は、ね、いろいろな使われ方がありますから。ではね、でもじゃあ被害とか嫌だの例、これ一つ見てみましょうね。息子に携帯を壊されてとても困りました。で、携帯を壊します、他動詞ね。で、壊されました。で、ここね、されは受け身ですよね、パッシブ。で、このね、てなんですけど、とても困った理由です。理由の時、て使いますよね。例えば、何がいいか、例えば、疲れて、とても疲れました。ね、眠い。とても疲れて、眠いです。あ、ちょっと、なんか今私、そんな感じですね。ちょっと顔大丈夫ですか？昨日は、朝から夕方まで、なんかすごい吹雪、アンダーザストーン、吹雪の中、スキーをやって、で、今朝はなんか母とね、
明日東京へ行きますから、それでね、朝からね、母と一緒に神社に行ったり、昼ご飯を食べたり、いちご狩り、いちごフルーツピッキングに、ね、行ったりとかして、でその後日本語の授業も夜ずっと今日は何時間、3時間だけなんですけど授業をやっていたので、もうなんかちょっと疲れてきましたねだから疲れて眠いです。眠い理由が疲れましたから、ね、でこれ手形で理由を言うことができます。で、ね、次を見てみましょうね。今日はなので受け身の他動詞の受け身で、必ずしもね、全部嫌だとか困ったという意味ではないんですけど、他動詞の中の嫌だ困ったという例をね、ここにね出していきますね。ではね、次見てくださいね。これ私が作ったやつね。彼は私との約束を忘れました。で、私はとてもショックでした。ショックだった理由がこれですね。で、さっきの例みたいにやってみましょう。どういったらいいですか？できる？やってみて、みんな自分でできる？はい、うんうん、はい、じゃあ私が答え言いますね。彼に約束を忘れられてとてもショックだった。忘れるはグループ2だから、忘れる、忘れられる。で、忘れられるの理由なので手形にして、忘れられてでとてもショックだった。で、次行きましょう。もう一回言いましょうか。もう一回ね。彼に、にでね、がじゃないです。に。彼に、でね、私とのは言わなくてもいいと思います。今だと私が話しているので、私と彼のボーイフレンドの約束だと分かりますから。彼に約束を忘れられて、とてもショック。悲しい。ショックだったです。次です。これね、友達は、私の漫画をなくしました。なくせ、ロストでね、不見だね。すごく残念です。多分ね、私はとても大切な、ね、漫画を友達、なんか多分この漫画大好きな漫画です。この漫画を友達に貸してあげました。そしたら友達がなくしました。もう残念ね、ですね。ではやってみましょう。どうぞ。いいでしょう。友達、私が答え言いますね。友達に漫画をなくされてすごく残念だ。なくしますはグループ1ですよね。で、なくします受け身、なくされます、で理由ですから定型、なくされてね。で、すごく、すごくで、ちょっと話し言葉、カジュアルな日本語です。もう、とてもね、すごく残念だ。では、次いきます。先生は、急にテストをしました。困りました。はい、どうぞ。はい、いいです。では、私が答えを言いますね。先生に急にテストをされて困りました。いいですか？それでこれね、多分ね、テストの予定じゃありませんでしたが、先生が今日ね、学校に来た時、はい、今日はね、テストをします。こういうテストをね、抜き打ちテストと言います。抜きというのは、ここにね、こうナイフあるでしょ、抜いて打つですね。なんで急にね、突然、オールオバサドにね、急にここにある、脇差しとか刀っていうね、刀、こう武士にこうね、昔のソルジャーズね、こう抜いて、抜きます。そしてすぐに叩きます。なので、で抜き打ちテストと言います。で抜き打ちテストなので、こう準備、勉強とかね、していなくて、復習とか予習とかしてなかったから、テストの準備ができていませんでした。それで、困りました。いいでしょう。ではね、次へ行きます。で、ね、次はね、こちらです。教科書ですね。
まだ教科書を読んでいなかったので、今から教科書をやっていきます。ちょっと待って、こうして。あ、教科書も紹介してないよね。すいません。え、今日はですね、いつも同じ教科書ですが、大河でやっぽんゆだじゃだるい。みんなの日本語の中級の2番の教科書を使っています。これね、世界中のね、本当に日本語を習っている人がみんなが使っている教科書なので、本当におすすめです。あ、このデザインは台湾バージョンなんですけど、日本バージョンに白い教科書です。でね、このね、2番の2のとこですね。ここと、そして、で今やるところはこちらですね。では、皆さん一緒に読んでいきましょう。教科書142ページ、2番、文法に、れる、られる。じゃあ一緒にシャドーイングしてくださいね。ラーメン屋で店員にスープをこぼされて、新しいズボンが汚れてしまった。でこぼすっていうとこう、なんかこう、スピルってね、こぼすね。では次。駅の近くなので、家の前に自転車バイクを止められて困っています。止めます。グループにね、止められます。止められて。次、3つ目。店のシャッターにスプレーで落書きをされて困っています。なんか落書きよくね、なんか若いなんか人とかが、なんかシャッターってガラ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 って、ね、シャッターとか、なんかトイレとかにこうなんか書いたりします。グラフィティね、うん、なんか一つのアートだけどね、下手なのが多いし汚いからね、そうね、みんなしてはいけませんよ。でね、練習いきましょう。これね、例いきます。寝られませんでした。で寝られなかった理由がこのね、絵を見るとここでこれなんか自分、こちら私ですよね。私のこれ上の階ね、マンションの上の階、夜とても遅い時間に洗濯しています。皆さんのマンションどうですか？多分、ね、香港のマンションでは上の人が洗濯、ウィン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 って、ね、洗濯しても多分ね、聞こえないと思うんですけど、日本はね、こうね、マンションの、ね、壁がね、結構ね、薄かったりして、上とか隣の人が洗濯すると聞こえるマンションが結構多いです。特にね、独身の人が住むようなワンルームっていうね、スタジオルームね、ワンルームマンションではなんか壁が薄くて、ね、私は東京に住んでた時は隣の人がなんか電話で大きい声で話したらちょっと聞こえました、うん、なので夜中に洗濯をされて寝られませんでした。で日本ではね、本当あります。だから皆さんね、日本で働いたり留学したりするときに、東京とか大阪とかね、日本で部屋を借りるときには壁ね、チェックした方がいいです。こうやって大丈夫かな。では次行きましょう。1番はこんな感じ。これ私ですよね。でこれ隣の家ちょっと高いですよね。でここに太陽があるからですね。これね、隣の人が高層マンションを建てました。高層マンションって、高層ってね、ハイライズのことだから、高いマンションでもいいですよ。高いマンションで隣の人が建てたんだけど、これ主語はあまり大事じゃないです。なのでここから受け身ね。高いマンションを建てられて、また隣にがあってもいいかな。隣、うちのマンションの隣に高いマンション、高層マンションを、高層マンションが、高層マンションを建てられて、で日が当たらなくなりました。これね、香港ではなんか、香港って夏が長いし、本当に太陽が強いから、隣に高層マンションがあってみんなそんなに気にしないですね。でも日本は春夏秋冬とこう四季がはっきりしていて、秋と冬だから6ヶ月だよね、6ヶ月間は太陽がそんなに強くないので、うちの中が本当暗くなるんですよね。
そうするとね、本当に良くないからね。日本の人は日が当たらなくなるのすごく嫌がります。次です。2番、話ができませんでした。これね、ちょっとここ見てみて。これね、なんかね、この人でね、これ隣のテーブルの人何してるか、そうそう、歌を歌ってるね。そう、隣のテーブルの人が大声で歌を歌いました。これは多分隣のテーブル言った方がいいと思うね。隣のテーブルの人に大声で歌を歌われて、そう、受け身で歌われて話ができませんでした。うるさいからね。次行きましょう。3番、車が出せません。ごめんね、ちょっと字が小さくなっちゃった。あの、場所はこれ私の家ですよね。で、私の家のこれ何かっていうと、こうガレージとか、でギャレージね、ガレージとか、あと日本語だと車庫と言います、ね、車のスペースね、カーパークスペース、車庫と言います。で、誰かが車庫の前に車を止めました。で、誰かに、あ、言わなくてもいいです。車庫の前に車を止められて、で、車を止められて、車が出せません。もう一度、誰かに車庫の前に車を止められて、車が出せません。いかがでしたでしょうか。なので、あの、今回ね、あの、皆さんに、よく覚えてほしいこと一つだけです。これ実はそんなに大事じゃなくて、すごく大事なのはこの昨日のビデオ、まだの人ぜひ昨日のビデオを見てみてください。このね、自動詞の受け身、自動詞の受け身はもうほとんど全部嫌なこと、困ったこと、迷惑だと思うことに使います。で、他動詞の方は、の、例えば、なんだろう、例えば、壁に、例えばこれフクロウっていうね、壁にフクロウの飾りが飾られていますとか、かけられています。これもそのデコレーション is、なんだ、 placed on the wall とかですね。これも受け身だけど、嫌とか困るとか意味ないですね。ですから他動詞の受け身は嫌だ、困った、迷惑だという意味はそんなに多くないです。でも自動詞の場合には、困ったな、嫌だな、雨に降られましたとか、ちょっと赤ちゃんに泣かれましたとか、試験の前の日なのに友達に、あの、家に来られましたとか、嫌だとか困ったという時によく使うんですね。それを覚えておくといいと思います。はい、で、詳しい内容は、あの、私とね、フェイストゥーフェイスの授業の時に一緒によくやりましょうね。で、あの、 YouTube だけでね、あの、勉強している皆さんは、あの、よかったら、あの、例文作って、あの、下に、あの、コメントから送ってくれたら、皆さんの例文が正しいかどうかとか、間違っていたら、あの、答え、あの、直してあげますからね。よかったら送ってきてください。遠慮しなくていいですよ。はい、じゃあね、今日はね、ここまでにします。で、よかったらコメントや、それから、そう、質問とか、あの、してください。あとはライクしてくれると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。じゃあまた明日一緒に勉強しましょう。お疲れ様。バイバイ。